今回ですね、我々ベイちゃんを脱退しました。脱退も別に喧嘩脱退したわけじゃないんで、はい、まあ拍手は拍手、卒業みたいな感じでしょ。だって卒業かな、普通に俺らも草野球始まるし、あとはもう撮影とかもやっぱりあのいろいろ場所に行くことが多くなったんで、忙しいと編集と両立が、はい、できないと、ベイちゃんはね、話し合いの鉄人とかともいろいろ話し合って脱退させてあのもらうことになりました。ありがとうございました。あ、もう真面目な雰囲気消えたからってそれやるのね。まあもういいでしょ。もういいでしょ。そうそう、別にあの真面目のしんみりした感じじゃないからね。そうそうそう、別に今日はあの脱退したんだけども、あのなんかこうベイちゃんにいて良かったこととか楽しかったこととかためになったこととかちょっと話していこうかなっていう感じです。まずはでも日本一おめでとうございます。そうだね。そうやん。まず日本一おめでとうございます。ベイちゃんにいたから、うん、俺らはもう日本一だよね。イエス、日本一所属メンバーです。そうだよね、そういうことです。所属は知ってたもんね。ここ二人なかなかね、あのレベル高かったじゃん、うん、ベイちゃんの、うん、それどう思った？すごいなと思った。単純みんな上手いなと思った。あ、でも、まあ、肩強いな。朝正直別に俺もさ、コバも大学までやってたわけよ、うん、ただやっぱその大学までやってた俺らも やばいね、野球ってまだまだこんな学べんのって思うぐらいメンツすごかったからね。高見さんの話とかえぐいためになるから、ね、歩く野球時点だと歩くセイバーメトリックスだもん。なんでセイバーメトリックスって。高見さんの名言聞くと今でも忘れてないんだけど、そんなにおしゃことねえだろ。ああ、僕は時に人以上の価値があるって言ってたのよ。これはバカにしてる。バカにしてないよ。俺はバカ にしてないよ。俺らそんな。なんかさ、俺らもさ、試合とか4人で行ったりしてたじゃん。印象深い試合というか、なんか思い出に残るエピソード的なのあります？ナンバーワンは遅刻や。ナンバーワン俺も遅刻やな。あの、グランドを間違えたんだね、あの時もね。そう。ファースミの遅刻は1回目じゃないからね。そうなのよ。しかもスタメンだったんでしょ。そう、そうなのよ。エンドレス全員スタメンで使ってくれるっていう試合に、そう、初の、そんな状況で勝ったんだよね。そう、君のホームランで、うん、あれはちょっと印象的。1番センター朝日のところに変わって近いです。そしてこの打球が逆方向にぐんぐん伸びて、なんとホームランとなります。ベイちゃんに勢いをつける1点差となるソロホームラン、しかも逆方向です。ナイスバッティングです。この回もしくは次の回が最終回ぐらいでした。そしてこの打球、高く甘く入った打球、なんと近谷2打席連続逆転ツーランホームランです。近谷がやってくれました。この甘い球しっかり捉えて振り切って、ぐん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 打球が伸びて、なんと8対6。一番残ってんね、あの試合は。俺も気立てになる。まあそうやね、俺のもう一番思い出は多分それだ。完全盗んだと俺のやつ。そう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 、この日勝てば2試合目もあるので、まあとりあえずラギにはちょっと休んでもらおうと思って、まあチャンスですし、ここは優斗をダイソーで絶対盗塁する場面。さあ、ここで盗塁のサインを2球目出して、完璧なスタートで悠々のセーフ。さすが優斗です。足ほんと速いです。本当にね、素晴らしい。めっちゃ喜んでますね。あれは高見健一 TV の、あれは TV の仕事です。だいぶ TV 子さんがしてんじゃん。サインが出たら迷わず行けよ。もうダメだ、そんな時バカにしてる。バカにしてます。全然来たとしても、もうミクイチ動いた瞬間行けよみたいな、それで勇気持って行けたから。それでかいよな、完璧にいい差だったもん。そうそう、なんか飽きた。まあでも1本ヒット打ったからね、ベイちゃんとね。登録戦場の時、そうだそうだそうだ、なんかで活躍しないともうやばいみたいな。そう、とりあえずヒット1本打てと、うん、ディズニーからも言われてて、そうそうそう。ここはスイングを
取られてないですね。そしてこの高めの球、捉えた打球はライトの前に落ちます。ベイちゃんに来てようやく初ヒットが出ます。素晴らしい笑顔、秋田ライト前行ったね、そういえばあれ意地よね、あ意地だね、あれは俺の中に残ってる。確かにそれもだね、俺監督やったの結構笑ったわ。そうだ、監督やったわ。一番最初の大一に終わる試合でスタメンで出たんですよ。次にもあんまそれこそいけてなかったからね。ああああああ、なのにちょっとスタメンで出て1回に2回ぐらい打球取ってきて、うん、この2個さばいた時にあ、やっぱお前使ってよかったわって。そしてこの初回入りっていうのがすごく大事になります。さあこれ、入管の当たりをショートと流さばいてワンアウトということでね、これでみんなの緊張がね少しでもほぐれたかなとは思っています。これエンドレスのコバ初対外試合だったんですけどね、実力は十分なんで期待通りの守備でした。そして続くまたこれいい当たりだったんですが、落ち着いてさばいて送球も緊張ですね。はい、ワイナスナイスボールでコバが2つさばいてツーアウト。行かなかったのにその試合でスタメンで出たから。出たね、確かに。そうそうそう、1試合目かなんか。いや1試合目ダブルヘッダーの1試合目。そうだ、別にとかもすごいよね、監督の姿勢だって。俺らですらさ、前日電話来たりしない。あ、そうそうそう、こうやって使うからみたいな。メンバーにも電話してんだよね。してるいや、やっぱないんじゃん。コミュニケーション多分めっちゃ取ってる。レイちゃんとはちょっと戦ってみたいね。どのレベルのファンだろうね、マジで。まあ、エイトは左で投げたから。いや、てかまあ試合前にエイトはもうなんかやろうそれで、ヤギさんとか、なんか腕を見て、高上さんはでもなんかこう、今殴ればいいの、この時点で、もうダメだ、そんな時。あと、俺、ベースボールタウンさんとの、このコラボ、あれも俺すごい楽しかった。そうだね、うん、いろんなね、商品いただいたりとか、服作ったりとかね、野球教室もやらせてもらってるしね。そうだよ、うん、あの野球教室もね、やばかったよね。またやりたいけどね、休憩室。今日私事の話なんだけど、はい、西垣と森翔太、はい、あれは俺の弟子として子分として育て上げてたんだけど、うん、俺より野球目は多分育った。後輩でよかった、あいつまして。ちょっと先輩だったらやだよね。やだね、あれが先輩。だるいだるい。って多分思われてる、俺が。多分思われてる。とりあえずこの先輩用意しようか。一番うざそうやし。コバとか舐められてたもん、ね、俺はもう本当にお次やったらもう来いよって。でもコバさんが一番痛いとか言ってパンチの威力が加減分かってないから。コバさんって後輩にパンチするタイプなんですか？1回止めて。なんで高木さん。まあそんな感じでね、あの仲良くやってたけど、俺本当はね朝日さんと飯行きたかったんだよな。別に今行けるやん。1回も行きたかった。ベイちゃんの中ベイちゃんの話をしたかった、いろいろ。キャプテンとしてのなんかこうまとめ方とか、やっぱそういうの聞いてたらさ、ためになるやん。トップオブザキャプテンって呼ばれてるから。本当にだって生まれてからずっとキャプテンらしい、赤ちゃんから。赤ちゃんの仕切ってたの。病院で、ブブ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 
はやるしかないんだよ。こわっ、朝日さんなんだよ、朝日さんの目てねえじゃん。もうダメだそんな時。ここ高見さんは困ってるじゃん。もうダメだそんな時。俺結構仲良かったんだよな。いい人だよね、うん、めっちゃいい人。いや最初さ来た時さすごいなんか怖かったというか、そう、まあ、元プロっていう雰囲気で来たじゃん。ベイちゃんも最初のインタビューでも聞いてたし、なんかまああのお金もらって以上は結果出さないといけないし、うわ誰こいつ、何こいつ、全然来なかったくせにと思って、うん、でその日の練習でなんか盗塁の仕方みたいな、走塁の仕方を教えてもらったのよ、手のひら。この人すげえ一生ついてきます。一気にひっくり返った、うん、やっぱり話しかけてもくれるしね。そう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 、すごいよねあれが。でもベイちゃんメンバーみんなそうだよね。みんなそう、みんなすごい人たちでさ、めちゃくちゃうまいのにさ、うん、俺らみたいなさひよっこがさ、うん、なんかちょっと遊びに行ってるみたいな感覚で行ってもさ、うん、優しく受け止めてくれるしさ、ね、マジでいい人。やっぱ野球うまい人っていいと思う。すごい優しさ、普通に余裕があるんで、野球余裕ある。たくまもうまいしね。たくまね、たくまもめっちゃいいやつだ。たくまなんで、たくまたくまベイちゃんのことを応援してくれた方々ありがとうございました。ありがとうございます。そしてベイちゃんの方々も、仲良くしてくれてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
そしてエンドレス、これからめちゃくちゃ頑張りましょう。さあ、続いていきましょう。せーの、せーの。応援してくれてた皆さん、本当にありがとうございました。そしてメンバーの皆さん、本当にお世話になりました。そしてまたグランドで会えたら対戦お願いします。